一つだけ全然合わないの出てきたね。そうだね。邪魔だ。邪魔なんだよ。はい、三人称とみしょです。ぺちゃんこです。鉄道です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、本日もボードゲームやっていきましょう。はい。はい、皆さん映画好きですね。はい、好きですね。まあ好きな場合もありますよ。うん、映画のタイトルいろいろあるじゃないですか。はい。今回はそんな映画にまつわるちょっとボードゲームやっていきたいんですけども。はい。今日のゲームこちら。ポッポン。新作記念マ。パン。パン。でございます。はい。はい。名画爆誕巨匠降臨という書いてありますけども。おお。まあ、すごい速さで1個映画作れるよみたいな、そういうイメージなのかな。なるほどね。カードはですね、こういうなんか、うんうんうん、ロード・オブ・ザーみたいな、うん、永遠のみたいな、なんか片方だけ、うんうんうん、前半だけあるタイプと、はいはいはい、こう透明になってて、うん、分かりやすいかな。おう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 、なんか生贄みたいになってるのがあるんですよ。こういうのがいくつかあると。なるほどね。そうで、これをスリーブに入れて、はい、こういう風になるわけだね。言うなきフィーバー。エマ・トンプソンの。本当だね、エマ・トンプソン。エマ・トンプソンって書いてあるね。うん、誰だ、うん、エマ・トンプソン。エマ・トンプソン。エマ・ワトソンじゃないの。ぽいけど違うんだな。なんかに見たことあるけど、見たことないみたいな感じ。なるほどね。で、こういう風にね、なんかお題みたいのがあるんですよ。うん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 、子供の間で大人気の映画とか、うん、疲れた時に見る映画とか。あ、なので、このお題に沿った映画を速攻で作って、で例えばこれが使われた時に見る映画ので作ったよみたいなので、うんうんうん、4つの作品を作ってもらって、はい、4つのお題があるので、はい、ぴったり合ってたら成功っていう感じ。あ、4つ全部合ってたら協力だ。今回は協力。なるほど。なかなかこのお題通りのものが作れるかどうかはちょっと限らないので。いや、そうだ、ね、運が絡んでくるね。運も絡む。ちょっとやってみないとね、分かんないので、はい、やってみましょう。はい、まずはちょっとルールを見ながらやりますね。はい、配っちゃうね。はい、4枚ずつ。なんかわかるな。うん、あ、なんかっぽい。なんかわかるな。絶対っぽいの言ったらなんかな。はい、はいはいはい。で、さらに、あ、うん、場に6枚置いて、はいはいはい、お題カード、お題カードを1枚引く。はい、はいはい、はい、じゃあ、はい、まあドンさんからじゃあ一個ずつ取っていってもらおうかな。お、はい、まず自分のこれ見て、はい、はいはいはい、それぞれ、あ、でこれ自分を見て、そう、今から作んなきゃいけないお題、どれを組み合わせればこのお題になるかなっていうのを考えてもらうわけだね。え、でも取られちゃう、取られちゃうことも、ね、そうだね、あるね。ドンさんどうですか。ドンさんなんかこれが欲しいなって思ったら1枚取って、はい、お、でスリーブに入れて、はい、え、じゃあ1個追加していいってことこれ。1個追加していいです。じゃあ1個出しますね。はい、おー、ちょっともう後々のことを考えてと、まあね、はいはいはい、じゃあすいません。ああ、なるほど、それを取る。じゃあ1枚追加します。わあ、なるほど。これもらいます。お、はい、それ。じゃあ、はい、じゃあ1枚追加して、おお、2枚目。はい、なるほど。いや、これちょっとな、1個ずつ。ほうほうほう、さんの作成した。あ、もうじゃあ自分の勢いで言っていいってこと、うん、まず1枚目。はい、マッドマックス怒りのデス金曜日、うん、という映画です。すごいとこに顔がある。すごいとこに顔がある。え、 M と A のすごい文字にかぶった顔が。なるほどね、強調してあると。はい、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 次2つ目。はい、万引きやってない、人生をかけたお仕事。お仕事やってないんだよ。やってないんだよ。でもやってないんだよ、ね。やってないって言うことなんじゃねえ、だから。あ、なるほど。
あああ、なんか、なんかちょっと良さそう。結構、結構良さそうな。好きです、うんうん。はい。え、機動戦士、物体 X。おぉ、なんかこれはなんかちょっと、わかりそうだな。物体 X。へぇー。人類の規模を再び宇宙に立つ。はい、合ってるな。あ、最後。最後。燃えよ、兄弟。あー。おぉ、これ、これは良さそう。良さそうだね。ちょっとインド映画っぽい感じが。はい。最悪の敵に備え。すごい。はい。で、すべての映画ポスター公開し終わったら、お題カードを同じように1枚ずつ表にして公開します。あ、じゃあ出していきまーす。はい。アクションシーンだけ良い映画。リアリティがなさすぎる映画。セットが低予算すぎる映画。疲れている時に見た映画。うわー。むずい。これはね、むずいっすね。いや、むずいよね。で、これで、俺と鉄道さんが話し合って。主催者以外のプレイヤーは、映画ポスターを土台カードの組み合わせを推理。うん。うん、アクションシーンだけいい。まあ、これじゃないかな。ね、ブルーリー。ブルーリーのだよね。もういいよ、ブルーリー。一旦だから。一旦ね。一旦。はいはい、この中では、はい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 、そうしといて。今、パッと、今、言ったのは、こう、こう、こう。のイメージ。あー、パッと見ね。でも怒りのデス金曜日っていう、まああんまり疲れてる時じゃない、ね、疲れてる時に見たい映画って難しいよね。お題がちょっと難しかった。疲れてる時に見たい、うんうん、機動戦士物体 X、 ここが難しいよね。ね、それが本当の CG じゃなくて低予算、低予算で本当にやってる可能性もあるから、うん、でも万引きやってないが低予算っていう可能性もあるよね。そうだね。当然だよ。そう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 。本当に一つのスーパーだけで物語が終わるかもしれないから。うん。マジでむずいな。マジでむずい。まあ、これはもう、感覚？感覚でやっていくしかないね。疲れてる時って何も考えたくないみたいなことだよね。でも何も考えずに見れるようなものだよね。うん、だからあとは、癒し？うん。癒しはないね。怒ってるもん。セットの予算低すぎ、低そうじゃん。いや、まあわかる。なんかちょっとこの、嘘っぽさみたいな。怒りのデス金曜日ってさ、お金かかってないよ、ね。お金かかってなさそうだね。なんか、いろんなもの組み合わせましたみたいな。5番煎じぐらいっぽい。こうじゃない？こうかな。こうか、これの逆かどっちかだと思うけど、こんな感じでいいかもしんない。リアリティあんまないもんね。まあない。これで提出しましょう。これで提出しましょうか。これでいきましょう。じゃあ、こちらで、これパーフェクトだったら超気持ちいいな。これはいい。パーフェクトが欲しい。これねー。変えないで欲しかったなー。最初のだったの？最初のだった。ってことは？疲れている時に怒りのです。で、こう。いやー、マジかー。うわ、来たーと思ったんだよね。考えちゃった。あのね、これね、考えない方がいいと思う。なるほどね。要は、4枚配られてやってるわけじゃないから。その、無理くりねじ込んでるわけじゃん。俺は作ってるから。ああ、そうだよ。そう、本当に考えたら、多分そうなっちゃうんだけど。なるほど。考えられないから、お題によって。なるほどね。そう。最初の、だったね。マッドマックスがなんかそういう感じだよね。うん、どんどん、ぶっ壊していくような。だってセット、そんなでいけそうだもん。いけそうだもん。いけそうだってやって、万引きやってないんだから。って言うだけだから。そう、そうだ、言われてみりゃ。そうなんです。セット、いや、はい、惜しかったな。次はジャンコさんの、はい、はい、映画並べてください。わかりました。では1枚ずつ出します。はい、エイリアン VS メカシャーク。おお、なんか ありそうだな。うんうん、あるあるあるね、これね。はい、もう一つ、うん、猿の大作戦。あれ、なんかあるじゃん。うん、今かかってそう、劇場で。いきます。案外、ジュラシック・ベイビー。ほー。いや、なんか良さそうだけどね。うん、最後です。ありそうだな。ハリー・ポッターと秘密のハッピーマックス。ほー。はー。ハリー・ポッティーな？ハリー・ポッティー。ハリー・ポッティーと秘密のハッピーマックス。はい。ハッピーマックス。じゃあ、どうなんだろう。なんかよくできてる気がする。4つ出すね。うん。CG のクオリティが低い。有名監督は初期に50万で作った出世作。
今年の世界興行収入さ、むずいよな。むずいよな。子供に見せられない映画。だってどれも子供。いやこれむずいよね。いやむずい、ね。ほぼ CG じゃん。ね。の中でもクオリティが低い。いやこれむずいな。子供に見せられないが、うん、これの可能性もあるよね。ああ、そうね。あとはなんか、まあ、子供向けっぽくも、まあ、あるかな。ハッピーマックスっていうのがどういうエロいことなのかな。有名監督は初期か、これ。だから、お金がかかってないんだ。それこそこういうのなのかな。かも、なんかぽいよね。ね、そんな気もしてきたな。え、こう？子供に見せられないが、ハッピーマックス。ックスなるほどね。うん。ちょっとわかる気もする。うん。これで言うと、猿の大作戦の方がなんかちゃんとしてんのかな、こっちかな、逆かもしんないけど。まあまあまあ。まあまあまあ。まあ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 。どう？うん、いや、まあまあ、いい、いい、悪くない。悪くないと思う。悪くない感じはします。なんか収まりはいいけど。うん。じゃあこれで。はい。お願いします。お願いします。はい。正解は、ハリーポッターと猿の大作戦のみでございます。あれ？イメージ、うん、シャークが出る映画って、ちょっとクオリティの低いやつが多いイメージがあったから。そう。でも、ここに関しては、ごめん、感覚。もう有名監督が最初になんかベイビー作ってとか、なんかベイビーが恐竜とやったら面白そうじゃないみたいな。で、よくこっちに来てくれたなと思った。ちょっとエッチめのね。そんな感じでやりましたけど。ああ、そうですか。いや、むずかったな。2か。いや、むずいな。これ2です。相当むずいな。ちょっと次に当たらなかったらちょっと考えよう。考えよう。ちょっと考えよう。まあ、俺にお任せあれ。うん。ここは。はい。では、いきます。はい。天国から来た生贄。ほー。好奇心抜群か。人間大好き。いいですね。なんか、ぽいですね。うん。ゴメラ VS メカマイカ。ほう。ほう。マイカーはメカなんだよな。メカマイカ。メカマイカ。続きまして。それでも僕はエンペラー。いいすごいですね。いいっすね。言い切る。いいタイトル。これが正義。これが正義。この子はね。うん。出演ロボ。うわ。ちょっと。ちょっとそうですね。一つだけ。一つだけ。全然合わないの出てきたね。そうだね。ロボが失恋してんのかな。では、はい、並べていきます、はい、大人が意外と泣ける映画、うんうん、後世に大きな影響を与えた映画、うん、評価が二極化した映画、クスッと笑える映画、うん、さあ、いや、わからんこれは難しいな。お願いします。でも後世に影響、大きな影響を与えた映画、それでも僕はエンペラーじゃない？これが正義？普通に行くならでもこれ、大人が意外と泣ける映画は失恋だよね。になるよね。ゴジラバーサス。いやね、なんか大人が意外と泣ける映画でこうもある気がしてきた。意外とだもんね。天国から来たイケネーも人間大好きだし。いや、しかもさ、最終的に絶対、うん、天国に帰るんだよ。ね、帰りそうだよな。だから意外と泣けそう。意外とあるよな。なるほどな。くすっと笑える。失恋ロボもさ、笑えるんじゃない？笑えちゃって、たくさんの片思い立ちへ、ね。うん。ってロボが言ってんだよ。むずいなぁ。こうもあるしな。それでも僕はエンペラそれでも僕はエンペラタイトルだってちょっとおもろいもん。タイトルがもうちょっときちゃうもんね。でもこれ大きな影響与えるかな。失礼の方与えるかはないね。与えるかないよね。どれが与えるかって言ったら。失恋ロボだからね。絶対に。マジで何言ったの。まあこうか。こうしとくか。じゃこれで、お願いします。はい。さあ、では正解は、はい。
2作品でございます。あら、教えてもらっていい？あ、惜しかった。これとこれが逆ですね。あ、マジか。いい気分。あ、やっぱそうか。意外と泣けたか。それでも僕はエンペラーはやっぱこの歯を食いしばってこれが正義だっていう執行するというね、それ意外と泣けるみたいなところがあります。これ影響与えた。天国から来た生贄は、こんなホラーもあるんだみたいなので、ちょっと、ね、その後のホラー史をちょっと変えていくみたいなイメージでしたね。あ、なるほど、ね、これ本当に二極化したの？これは二極化しました。まあ、意外といいっていう場合の人、シリーズとして通してみると意外といいよみたいなね。ちょっとあと面白くないっていうことを二極化しました。だろうね。だってメカマイカすごい組み合わせだよね。思い切ったよな。だってゴメラの最後だぜこれ多分。車で行くんだ最後。この戦いで全てが終わる。無理だろ車で。車ゴメラとなんで。無理だ。しかも誰かの車出たもんね。誰かの車。メカマイカーってやばい。そう、メカマイカー。メカなんだって。というわけで、はい、うまくいかずということで。いかず。ちょっと難しいんだな。そうだね。これはだから、ひょっとしたらじゃあ、お題を最初に4つも持っていれば、簡単。当てやすそうではあるよね。それでやってみます。はい、4つはじゃあ自分で知っているでちょっと作ってみようか。はい、いや、ちょっと当ててもらいたいな。当ててもらいたい。そうだね、これは、これをやるからには当ててもらいたい。じゃあこれも4枚ずつですね。4つずつ。はいはい、おもろいの、まあ、ちょっとさ、おもろいの、おもろいの言っちゃうとさ、おもろいのに行きたくなるんだけど、行きたくなっちゃうよな。4つのバランスもあるんで、全部おもろいとちょっと選べなくなっちゃいますからね。そこはちょっとぐっとこらえて寄せてってほしいかな。じゃあボンさんからお願いします。では行きます。はい、ミッションセッション。気持ち悪いな。ミッションセッション。なんか気持ち悪い。語呂がなんか気持ち悪いな。悪いな。ミッションセッションです。ミッションセッション。はい。なんか極限のスリル。すごそうね。爆発してるじゃん。絶対可能なミッション。ドラムから爆発してる。ドラムすごいでしょ。極限のスリル。はい。次。フルメタルラプソディ。ああ。おー、なんかすごいね。300人の命か。ただ一つの正義か。なんかポスターすごいな、力があるね。力がある、はい、続きまして、猟奇的なイカれる男。怒れるなのかな、イカれるのかな。まあイカれるでいいんじゃない。イカれる男。どっちもどっちなんか、はい、こいつの下半身なのかな。別アートもらうみたいなって、そして最後、はい、若女将はビースト。奇跡が運ぶたくさんの出会いっていう本当が嘘つけ本当が合ってない。嘘つけ。ビーストに合ってない。じゃあちょうだい。じゃあ並べていきます、はい。人は選ぶが自分は好きな映画、途中で寝てしまうと評判の映画、映画館で見たい映画、キャストが豪華な映画となっております。さあお願いいたします。ミッションセッション、キャスト豪華そうじゃない？え、でもフルメタルラプソディもキャスト豪華かな気すんだよな。途中で寝てしまう、この中に寝るのがあるの？若女将はビーストじゃない？俺もそう思った。で、こうだね、多分こうな気がする。こう、うん、でもさ、人、いや、まあそうなんだけど選ぶよ。いや、そうなんだけど、猟奇的な怒りある男って寝ないだろ、怖いんだもんだって。まあそうか。フルメタルラプソディは戦場ものなのか、それとも、歌なのか、どっちなんだろうね。歌の印象の方が強いけど。でも、こっちセッションしてるから、もしかしたら、音的に映画館で見た方が迫力あるじゃない。まあね。ここ難しい。ここじゃないの。いや、まあ、俺もキャストが豪華だったらこっちなのかなって。こっちはなんか、二人ぐらいしか出てこなそうだから、そんなに豪華っていうのかなっていう感じが。これで豪華だったらどうしよう。豪華めビースト、たくさんの出会いだからね。奇跡運んでくるからね。こいつがいらっしゃいって来るわけでしょ。でも途中で寝ちゃう。こいつショットガン持ってるぞって。ショットガン持ってる。これショットガン持ってるだろう多分。うわ、ショットガン持ってんじゃん。
若深み奇跡は運ばんて。ちょっと待った、若おかみがいる映画、声寝るかな。これが こうな可能性は全然ある。わかる。あんま思んねえなっつうので寝ちゃって、うん、単純にね。でこれは人選びそうだもん、うん、一番選ぶ、一番選ぶ。俺は好きだったよ。俺はそうだ、ね、でもこれがもし劇場かかっても見に行かないかもしれない。こうかもしんないな。こうしとく、これにしましょうか。じゃあ OK、 はい、じゃあこれでお願いします。正解発表いたします。はい、おめでとうございます。やったこれは素晴らしい。やったよかった。危ねえ、危ねえ、ここ単純に思んない、思んないです。思んない猟奇的か。もうこっちはもうバッチリ。なるほどね。よかったよかった。わ、嬉しい嬉しい。これもう大正解。え、そうするとこう、そうすると正解フェーズ、一番好きな映画を1個選んで、はい、こちらのあ、じゃあもう決まってる。好きなスリーブ。あ、本当ですか。緊張のラストだったり。あ、本当ですか。アカデミー賞受賞とか、この中にバッサッと差し込んで、ネット入り映画。なんでもうじゃあありがとうございます。そうだろう、まあ、わかる。うわ、おし、いいな。いいね。入った？入りました。入った。うわすげえ、うわすげえ、うわかっけえ。ぽいもんね。全米4週連続ナンバーワン、大ヒットしてる。奇跡が運ぶたくさんの出会い。 いいじゃない、いいじゃないですか。赤女神はビースト。それでこれが1枚で、はい、で入りました今。はい、はい、ね、よかったです。素晴らしいです。いやありがとうございます。素晴らしい、よくぞ当ててくれた。いいな。じゃあ次はペイさんです。いけんのかな。はい、はい、プラダを着た花嫁。読みづらい花嫁。なんか、なんかでもまあありそうですね、うん、良さそうだけどな、わかりやすそう。ロード・オブ・ザ・サムライ。ほう、ほう、サムライの道だ、良さそう。これは狩猟の人生。なんかすごいの来たね。うん、なさそうだな。で最後ですね。うん。博士の異常なキス。え？え？タイムリミットは60分。60分間キスしてるってこと？え？途中で制作費を使い切ってしまった映画。優しい気持ちになる映画。続編が楽しみな映画。うん、CG のクオリティがすごい映画。あ、CG はロード・オブ・サムライかな。資料も一応ね、あ、確かに CG 使えそうだけど、この中で優しい気持ちになるのってこれぐらい。それだね。それ以外はあんま博士の異常なキスちょっとやだもん。うん、ちょっとやだよね。続編がありそうだのだと。でもさ、ロード・オブ・サムライっぽいかもしんない、かもしんない、かもしんない。例えばね、したらこうか。そうだね、キスでし、くれてない、ね、制作費を使い切ってしまった。そんな金かかるこの映画。かかんなそうだよね、正直。うん、 CG のクオリティ高くてもな。そうだね、続編も別に博士の異常なキス2あってもな。全然全然楽しみじゃない。何にも惹かれないもんね。絶対単発だよ。いいよそんな、ね、うん、そんなに次は120分みたいな。いらない、いらない。まあ、これかな、うん、これかな、こんな気する、なんかすっと決まった感じだと収まりましたね、うん、これですか。はい。2作でございます。マジか。どれとどれ。2作か。どうなってるの、どうなってんの。え、マジ、え、嘘、マジ。嘘だよ。マジ。え、博士の異常なキスが続編が楽しみな映画なの。続編、やっぱタイムリミット60分ですから、この後どうなるかっていうのを。異常なキス。いや、それは、この作品ではそうかもしれないけどさ、異常なキス2別にいいじゃない。マジ、これ、2あります。これ、2かなりある。2ある？ 2 かなりあります。2あんのか。ほんと？そうです。何博士の異常なキスって。何だろう、そのタイトル。まあだから深いんだろうね、これね。日本語になってるけど、うん、やっぱ、
英語だとちょっと違う、うん、ちょっと違うんだ。なんかちょっとかっこいい感じ。この含みもそうだしね。やっぱあるんじゃないかなって思うよ。マジか。いやそうか。残念。残念。なんか残念。残念だな。残念。行きたかったなこれ。全米全米行きたかった。全米含めて残念だな。残念だなおい。対策作ってよ。行きますよじゃあ。はい。結構いいのできたからな。お。101匹ワンワン。おおおおおおもういいですね。もうじゃん。もうできてますこれ。できてんじゃん。出来上がってます。泣けそう。ね。地獄の沈黙。ああ。まあありそう。あるね。僕の彼女はウーマン。そりゃそう。おお、まあまあまあ。いいですね。収まりいいな。ね。おかんの方程式。おごちゃごちゃしてんなおかんの周りに、十分一緒にいられるだけでって書いてある。うん、いきますよ、うん、曲はいい映画、うん、ラブロマンスの金字塔、うん、金曜ロードショー映画の常連、うん、恋人と一緒に見たい映画。うわー意外とむずい。これラブロマンスじゃない。あれもそう思う。それはそうだね。意外とむずいぞ。あれあれちょっと待ってよ。これわかる。金曜ロードショーの常連、うん、おかんの方程式。夏にやってそう。ラブロマンスの金、いや。そうすると曲はいい。曲はいい。うん。こうな可能性もある。いや、これが。いや、こうか。うん。恋人と見たい。うん。ちょっとおかんの方程式邪魔だ。邪魔なんだよ。あとこれがちゃんとした映画すぎるんだよな。そうだね。タイトルとか、地獄の沈黙、ちょっとこうミステリアスな音楽とか、うん、そういうのを含めていいんだ。曲はいいんだ。俺はこれで、うんうん、ちょっとおかんが金曜ロードショー常連であってほしい。食い込んだらちょっと嬉しい。嬉しい。じゃあ俺らの理想も含め、うん、これでいく？こうかな。じゃあこれでお願いします。これで。これ難しい。2つ正解です。うわー残念でございます。じゃあちょっと待って。非常に残念。ちょっと待って。お願いします。1つ正解でございます。マジか、結局か。残念です。非常に。結局か。じゃあ正解は、こうですね。うわあ。まあ金曜ロードショー子供も見るんで、まあ子供向けでもあり大人も見る、全員が見れるってことで101匹は、まあ、そうだけど、地獄の沈黙はずっと沈黙してるんで曲だけいい、あ曲すごい聞こえるなみたいな、はいはい、でラブロマンスで、まあおかんの方程式は、まあおかんがどういうことを考えてるかっていうので恋人と一緒に見たら盛り上がるよねっていうことでございますよ。そうかー。ねー残念。残念ですか。惜しかった。じゃないかな。おかん、ね、うん、おかんってこういうこと思ってんだねみたいなね。あーそうですか。残念。さあというわけで、はい、やってまいりましたが、え、殿堂入り1回、殿堂入り1つ、1回か、1作品、マジか、若おかみやビーストこちらの作品だけがマジか殿堂入りでございました。あ、なるほど。そう考えるとよう当てたね。そうだね、よう当ててくれたよ。これ難易度比較的高いんだな。高い、高いね。いやー難かった。というのがこの新作キネマでございます。はい、はい、会員になっていただきますともう何ゲームかやってるの見れると思いますので、はい、うん、もしよろしければよろしくお願いいたします。はい、それでは新作キネマ、キネマこれにて終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またでーす。バイバーイ。